だいぶ離れちゃったな。2対1じゃ辛いね。頑張れ。アメリカのエクステラとかやってる人じゃない。これ頑張れ。この間の富士見も確か3位とか入ってたような気がする。知りたいなんて思わないね。これポッチも思わない。頑張れー頑張れやっぱりコースなんだね。頑張れー頑張れー。のにはコツがいるからな。あとやろ。今年は出てないけど、ワールドカップはユースの世界チャンピオンです。これ頑張ろう。おめおめ。はい、だからさ、ここまでやっちゃうんですよね。これ。いつも悪くなったよね。うん。大丈夫。これ。三田さん頑張ー。2周目はあれですよ、本気出してた。頑張れ頑張れ。いいんじゃない。リアだけだったら多分そんなに金かかんない。頑張れ頑張頑張。人間レース行ってないからさ、全員は持ってるんだ。頑張れ頑張れ。頑張れ。どうしてもう最近なんかさ、アリ君のも早いよね。うん、見たんだからとんでもないんですよ。頑張ろう。頑張れ頑張れ。頑張れ。私も作った。3位1番。頑張れ。
回見てみよう。どうだろうね。ダメそうじゃない？2割のコンタドール。うん。引いて言えばさ、キンタナぐらいじゃない？うん。まともにこう。危ない。違う。やりの速さ。ちょっとダブルチャンピオンって今までいないよな。あんちゃん。あるよ。前向きじゃないけど。前向きさ。だっけ。それこそ完走できるのがこの3人ぐらいしかいないのかもしれない。そんなことないんか。そんなことないかね。さすがにミカさんぐらいがギリギリなんじゃない。多分でかすぎる、うん、これゆらみで選手が今3番手チェッカーとなりました。